ビューティーセラピーマジックプレゼンツ、おもてなしプランナーのロイヤルさん、こんにちは。こんにちは。おだいりさんのコーナーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日も前回に続き素敵な男性が出していただきます。ダンディーな男性が、ダンディーな男性がね、この前の前回の高橋敏郎くんはね、ヒップアイランドの代表は本当に年齢も若かったんですけど、こちらまたあの年齢は、まあ、言ってますね、言ってますけど見た目年齢の若い、見た目年齢の若いいただきました、はい、日本郵政のですね、伊藤真也さん、ミスターポストマン、はい、今日お越しいただきました、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ミスターポストマン、もともとね、あの出会いが面白くてですね、もうね、30年ぐらい前からもうロイヤルが3歳くらいのロイヤルさんが3歳、3歳です、そっちの期待ですけど30年前ですよ、おしめ取り替えた、おしめで、あのまあ元々ね、ロイヤルあのこう見えて、あのうちの父が郵政大臣とか通産大臣をしておりまして、そうですね、でどうっていう話は、そうです、まあ、その当時その郵政大臣をして、まあ、あちこちのね、その郵政局にまあいろいろとこう行くわけですね、大臣が。でその時にあの我らまあ大学生だったんですけれども、あの一緒にくっついてきまして、もちろん自費でちゃんと話してますけどね。某都知事とは違います。某都知事とは違いますけどね、ちゃんと自費で払ってありますけれども。でそんな中ね、その東北郵政局に、あのまあそのうちのファミリーであの視察を兼ねて行った時にですね、ずっとこうそれこそもうまさにおもてなしをしていただいて、当時秘書課のもう本当に一番若い方だったんですけども、はい、で以来いろんなご縁がつながってね、またこうして、ね、あのご一緒させていただくことが、なるほど、はい、ね、ね、秘書の時に本当に、うん、もう逆にお世話したと今言う感じはお世話になったと。いやもう ね、 なんかね、私が成長させていただきました。その時のおもてなしがね、やっぱり忘れられないぐらいにね、やっぱもう伊藤真也さんっていうと、もう誠心誠意の塊みたいな、うん、いい人を絵に描いたらこんな感じっていうね、うん、そう、僕からの印象も、うん、伊藤さんといえば、うん、ね、ロイヤルさんじゃないんだけど、うん、やっぱりおもてなしなんですよ、ね、やはり一番その印象、うん、人柄の印象っていうのは、うん、おもてなしの人、そうですよね、うん、そう、まさにおもてなしを絵に描いたようなね、男性版おもてなし、うん、オカミ、オカミって、おもてなしパパに言ったのかな、裏が、あ、うん、そうそう、ね、そうですね、おもてなしっていうあまりいい言葉じゃないですね。でも本当にね、なんかもうその時のね、こう対応ってやっぱりそういう時に印象に残って一生懸命なさる方っていうのは、あのやっぱりその後もいろんな方から愛されていろんな活躍をされるんだなと思って、その郵政でありながらいろんな顔を持つんですよね、はい、うん、そうですね、おかげさまでいろんな機会に巡り合うっていうか、うん、やっぱり出会いっていうのはすごいありますよ ね、 ね、たくさんいろんなところで、ね、はい、お話しされてね、ですから今本当に公演とかも、うん、社内公演だけじゃなくて、うん、実は社外の公演も最近多くてですね、いかにこうね、元気に、どういった公演の内容、はい、元気にしてほしいってみんなに言うんですよ、ね、皆さんそうおっしゃるので、結局はホスピタリティですね、そうですね、うん、ホスピタリティという概念はすごい広い概念ですので、うん、まあ、日本だとおもてなしが一番近いっていうふうになってますけど、うん、おもてなしっていうのはどちらかと対お客様の部分っていうのがあるんですが、うん、ホスピタリティだとまさに電車で、お年寄りが目の前に立ったと、困ってるなと思ったら席を譲ってあげると、うん、これもホスピタリティなんで、うん、すごい広い概念で語られる非常に意味がありますよね、なるほど ね、 ね、結構奥深いです、奥深い、まあ、そういうことをね、なんかもうね、はい、今やね、あちこちその郵政省の中でも引っ張りだこで講演されたりとか、うん、その外に出てもね、あのお話されることとか、まあ、ありがたいですね、講演が本業ではないんですけど、うん、今はどちらかというとあの会社のですね、社員の皆さんの意識とか行動を変えましょうよ、はい、ということで、実は明日上場後のですね、うん、その株主総会みたいなのを埼玉アリーナでやるんですけど、埼玉アリーナで、埼玉アリーナ、埼玉アリーナでやる会社ですよそうなんですよね、はい、でもまだまだあの社員たちも今一生懸命頑張ってるんですけど、うん、まだまだっていう部分もあるので、うん、どんどんやっぱりポテンシャル、ワインの話じゃないですけど、うん、ポテンシャルがあるはずなんで、うん、それをどん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 引き出していく、ね、少しでもみんなのお役に立てればということで、うん、実は今週も土曜日に福岡で、
600人近く集まってですね、はい、応援させていただいて、優しい笑顔で、今日もそんなお忙しい笑顔そのね、優しい笑顔相当忙しいのがもう重々承知しております。なのにちょっと時間を間違えて、はい、日にちを間違えてしまったりちょっとね、今日の出演までの、ね、中でねちょっとスリーピーですけどね。そうですね、いやいや、はい、でもね、やはりそのおもてなしね、そのおもてなしの真髄ってどう言ったらいいのかな、本当におもてなしとはなんだっていうところの話をね、こうすると、まあ、エリさんともお話をするし、はい、伊藤さんともね、お話ししたことありますけど、やはりそのおもてなしがそのなんでしょう、さっき僕一言で言うとこう禅みたいな感じで、そうですよね、そうですよね、だからいろいろ捉え方はあるんですけど、今インバウンドで本当外国の方々がいっぱい入ってきてる日本と、でそうなった時に本当に外国の人たちってのは日本のおもてなしを求めてると、うん、でもおもてなしってじゃあ実際は何なのか、うん、お店がお客様に提供するだけなのがおもてなしかというとそれは全然違う部分があって、非常に概念的には難しいと思いますよね、うん、で今松本さんがおっしゃったようにおもてなしっていうと禅っていうのもあるんですけど、日本だとどちらかというと茶道が一番近いと、ホスピタリティに近いって言われてますね。でどういうことかというと、日本の場合はやはり礼から入って礼で終わる、ね、礼儀の文化、はい、ですから名刺もそうだし、名刺交換とか肩書き文化ってよく言われるんですけど、外国の場合はそうじゃなくて心から入って礼に行くっていう部分が多いですね。で柔道しかり剣道しかり最初にきっちり教えるし、ね、で終わった後にもちゃんとという部分が随分意外と突き詰めていくと、うん、面白いというか深いですよね。そうですよね、形であって、うん、心であって、そしてまた形に戻ったり、ね、その両方が多分両輪みたいな形で、うまくいってバランスよくいけるといいんでしょうね、はい、だけど今度形だけにとらわれすぎちゃってもあれだし、心が優先してお行儀悪いことになっちゃってもいけないし、最近多いですからね、やっぱり形だけに捉えちゃってですね、うん、ですから悲しいですよね、やはり笑顔になってても、やっぱり我々はもうみんな、もう感度がだん、我々はもうみんな良くなってるから、お客様でも本当の笑顔か、そうじゃない笑顔か、言葉も笑顔もね、同じ言葉を発してて、同じような笑顔を作ってても、全然違ったりとかしますよね、そうなんですよ、マニュアルの笑顔なの、そうですね、前を持って接してる側の方で全く違ってくるんで、それをもう昔と違ってみんなもう感覚的に分かるんで、そうですね、そうそう、伊藤さんといえばね、あのもう一つの顔はね、ワインエキスパートですね、はい、あれまた素晴らしい、うん、ワイン指導されたりもしてるんですね。そうですね、今あのワイン検定の講師もやらさせていただいて、忙しい講師日本カムリー協会なんですけど、実はこの9月11日に、今度なんですけど、9月の11日日曜日なんですが、ワイン検定ってブロンズクラスなんですけど、まあもともとはその今田崎さんが会長になってますけど、日本はどん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 ワインの飲む消費は毎年増えていってですね、すごい、多分皆さんもワイン飲む人多いんですけど、ところが知識を持った人が少ない。あ、なるほどね。でもソムリエっていうと偽知識の人ですね。そうですね。そうですね。見たかった。そうです。ソムリエっていうとなかなか、あの難しいってみんなイメージがあるので、そうじゃなくてもっと楽しんでもらうと、家庭でちょっとした知識があって楽しんでもらう。そしたらそれから例えばあのレストランに行った時、ワインショップに行った時、気軽にワインの話になる。そうなるとすごい人間的な幅も広がる。そうですね。この講座をお聞きしたらね、すごい面白くてね、そのワインもそれぞれの産地、はい、産地に合わせて、うん、そこの土地のもののお食事とかっていう合わせ方で、ね、そうですね。いろんなちょっとだけでもね、知っておくと本当幅が広がりますので。なんだっけ、あの美味しいのチーズ凍らせて、ね。そうなんですね。私は邪道なんですけどね、怒られちゃうんですけど、カマンベールなんて多分みんな柔らかいチーズで食べやすくて。っていうんですけど、私は実はフリーザーじゃないですけど、冷凍庫に入れちゃうんです。どう当たる？凍らせるの？カチンカチン。美味しいです。カチンカチン凍って、高いあのカマンベールじゃなくていいんで、本当に400円のでいいんで、それをもう冷蔵庫の冷凍庫の方に入れて、カチンカチン凍らしておくと、でそれを凍らしておけばいつでも保存は効くんで、でたまにサラダなんかで、レシサラダでちょっとなんかスパイス効かしたいなと思うときに、実はそのカマンベールをおろし金ですってですね、おろし金ちょっとつけるとなんでこの時間にこんな話になるんですか。まずい、飲みたくなってきた。そうですね、はい、
そんなのはもうすごいちょっとした工夫で、うん、本来はそういう食べ方良くないっていう人もいるのかもしれないですけど、うん、問題はワインでもチーズでも楽しく食べられるし、いやでもさ、はい、そのワインでおもてなしも受けながらもそうですけど、うん、こういう話を聞いたりとかするのもすごくいいですよね。やっぱり楽しくなるし、やっぱり今も聞いてるだけでも飲みたくなるし、ぜひあの日本ソムリエ協会でまもなく今もアップはしてるんですけど、うん、9月の11日にワイン検定全国でやりますんで、ね、うん、私みたいな講師もいっぱいいて、うん、一生懸命ウェブカムで迎えてますので、伊藤先生に教えてもらいたい方がですね、いい機会を私も出しますんで全国で好きなところで受けられますね。その田崎さんが出した今日持ってなかったですね、その本のね、100人そうですねに選ばれて本人も登場されてる、おかげさまで。なぜ選ばれたのかわかんないんですけど、101名のワイン男子、いい人だから、ワイン男子いい人だからタイトルがタイトルはですね、男子101名のって話、おすすめのワイン、うん、みんなが101名、うん、おすすめのワインと、おすすめのワインはちなみにちょっと聞いても分かんないかもしれないですけどいやでもあの、うん、多分読んで、うん、一般書店であんまり売ってないんですけど、うん、ワイン屋さんとかそういうところで売ってたり、うん、置いてたりするんですが、うん、もう本当カジュアルで1000円台のワイン、3000円台のワイン、それはありがたい、ありがたい、5、6000円のワインってことで、ありがたい、ありがたい、全国で100人 の、 そのワインの好きな人たちが、うん、詳しい人たちが大体書いてるんで、あとは10分でですね、できる料理、うん、面白いですね。お酒から入料理から入って合うお酒っていうのも、はい、お酒から入って合う料理っていうのも面白いですね。だからあんまりうんちく語ってもしょうがないん で、ね、ちょっとしたやっぱり知識は楽しく幅を広めるために必要ですけど、あとやっぱり楽しんだかなっていうのが、なんかワンポイントアドバイス、はい、なんかワイン選ぶ時のワンポイントアドバイスみたいな。でも今最近はですね、みんなお店に詳しい方いらっしゃるって聞いてみるっていいんですね、うんうんうん、例えば今もう初夏で爽やかな季節に合うワイン屋なんですかって言ったら、私なんかだと、まあ、ついあの知識をひけらかして、ソービニョンブランなんてねって白ワインだったら、でも言うだけ言ってるんですよ、ソービニョンブランなんて、もう有名ですから、ニュージーとかもうそういうところでもね、はい、結構有名で、本当カジュアルで仙台でもう手に入ります。メモしておきます。マサ、はい、メモメモしておきます。もう松本さんのように爽やかなワインです。あ、なるほど。あ、そうそう、表現もね、まただからその味で女性の前でそのワインのお話をしていただいた時もすごくこう爽やかに知識をね、うん、あのね、楽しくね、プレゼントするときにどういうワインがいいね、相手がもう悩んで沈んでるときにどういうワインをプレゼントしてあげたら元気になる、ね、そうね、喜んじゃうね。そうですね、誰でもついていっちゃいますよ、うん、でもね、やっぱりね、今度そのおもてなしの話とその後にワインを、ね、セレクトワインを飲んでもいいですよね、まあ、いすみません、またイベントのことが、イベントをお酒を絡めるイベントのことが今頭に浮かびましたけど、シェイクスピアの言葉にですね、いいワインはいい仲間からっていうことは、うん、まさにそういう部分だと思います、ね、うん、そうですよね、楽しんでいただき、ね、楽しい人とね、はい、時間を共有するのが一番です、はい、そこにまた美味しいワインだったら最高ですよね。そうです、うん、ね、おもてなしの話も今度聞きたいし、うん、ワインの話も聞きたいので、うん、ね、はい、ぜひね、やっていただきたいと思います。今度はお酒飲みながらがいいです、はい、いいですね、はい、はい、今日もですね、はい、このコーナーね、うん、あの毎回似顔絵を用意しておりまして、はい、このね、あのビューティーセラピーマジックの金戸さんがアーティストでいらっしゃいます。金戸さんの、はい、今日もね、あのスタジオ、はい、テラスに来ていただいてますけど、直筆の、はい、似顔絵です。あ、かっこいい。目が垂れてません気になる方はビューティーセラピーマジックそうですね、小顔でちょっと直さないとダメかも。最近金戸さんのところにまたスポーツそうですね、そうですね、金戸さんのところでちょっと私も鍛えなきゃな、ほどほど、ぜひね、思ってました。そうですよね、はい、もうマインドだけじゃなくてやっぱり、うん、フィジカルの部分も大事ですね。これからも見た目年齢で、はいはい、見た目年齢で、いつもでもワインちょっとだけ PR させてもらいます、はい、どうぞどうぞ。あの、うん、せっかくね、郵政から来て、はい、お前郵政なんですねっていう郵便局なんですね。そうそう、今あのカモメールというのを発売してます。あの、私もですね、うん、結構手紙とかハガキ出すようにしてるんですけど、郵政なん でなるべく使い分けてます。メール、急ぐやつはメール、心に届いてほしいやつはもうまさに手紙ハガキと ですから、初中見舞いもですね、私も何百枚か書くんですけど、もうみんな喜んでもらえるん
で、確かにね、今書く人少ないから逆にすごいありがたいいただいたんだけどね、いいと思いますね。今年は皆さん、はい、青メール初中未来、はい、書いてください。大丈夫です。すいません、の文化でちょっとだけ、はい、ちょっとだけフィールドしよう。はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございます、はい、ロイヤルのハッピーエリエリさんのコーナーでした。ありがとうございます。伊藤さん、今日はありがとうございました。次回もお楽しみに。